現在流通している中古パソコンのおよそ半数が Windows などの OS が入っていない状態で販売されています。マイクロソフトはそうした OS を紛失したパソコン向けに中古パソコン事業者へ Windows XP を提供し始めました。その結果、OS 付きの中古パソコンが6980円からと低価格で販売され始めました。環境負荷の少ないですね、リユースパソコン向けに、マイクロソフト社の方からですね、旧バージョンの OS である Windows XP、こちらをですね、中古事業者数社向けに、提供が開始されたといったプログラムになります。まあ、従来であればですね、このビジネスモデルのパソコンというのはですね、裸のパソコンの状態で売られていたことが多かったんですけれども、今回このプログラムを通じて Windows XP の方が導入されておりまして、さらにリカバリ用の CD なんかもお付けしてですね、販売できるので、すぐにお使いいただけると。このクラスのパソコンというのはですね、もう裸のパソコンの状態で入荷することが多くてですね、製品化されずリサイクル等に回ることが多かったんですけれども、このプログラムを通じてですね、非常に安価な状態で、OS を搭載したパソコンが提供できるようになりました。遠藤さん、中古とはいえ Windows XP がついて6980円で販売してしまっては、マイクロソフトにとってはそんな気もしますけどね。Windows を、パッケージとしてお店で買ってくるともう何万円もしますからね、すごい安い感じがしますよね。ただこれはね、マイクロソフトがタダであげますよということではなくて、もともとそのパソコンに正規の Windows が入ってたと、証明できるものに対して、提供しましょうということなんですよ。今回は中古 PC の取り扱いの多いマイクロソフトが認定したお店だけに対してですね、提供するものなんですよね。ユーザーにとっては嬉しいですが、マイクロソフトの狙いは何なんでしょうか。これはまあ一つはね、中古 PC、ただ捨てるんじゃなくて OS を入れ替えてもっと使ってもらおうという、エコ的なところもあるんですけれども、実はマイクロソフトには、一つ大きな悩みがあってですね、それは今回の裸の PC に対して違法版の Windows を入れたりとかですね、正規版じゃないという言い方するんですけど、そういった OS、 本来マイクロソフトにお金を払って買った OS じゃないものを使っているユーザーもサポートしなきゃいけないという構図があるんですよ。なぜかというとですね、そういった違法コピーの Windows とかに、ウイルスが入ったりとかですね、ボットというんですけど、そのマシンが、スパムメールを人に出したりとかですね、そういったことを始めちゃう可能性が高いんですよね。いろいろな人に迷惑かけてしまうからですね。そうなんですよね。だったらちゃんとした OS を上げますよと、そういうことなんですよね。なるほど。もう Windows XP は社会インフラみたいなものですよね。ただにしてもいいと思うんですけどね。そういう見方もありますけど、登場してもう8年ということで、しかも今年中には Windows 7という新しい製品も出てくると、XP としては、こういう格好で提供するのもありかなというようなことかもしれませんね。